お元気様です。久留米市出身の平です、本日はですね、タイトルには福岡大学薬学部に指定校推薦で合格したっていう、まあ、生徒と、まあ、今年ですね、うちに来ていた、久留米高校の久留米親愛の生徒さん2人ですね。1人は福岡大学、もう1人は同志社大学の英文学科に一般推薦で、まあ、10人の定員枠しかないっていうところに、まあ、入りましたよということですね。はい、まあ、全国で10カ所の塾が10人のその生徒を教えていて、そこに入学させたと、合格させたというんであれば、その全国で10カ所しかない塾のうちの一つがうちの久留米市出身ですよ、っていうことですね。はい、ということでですね、まあ今回ちょっとお話したいのは、まあ1ヶ月前ぐらいですけれどもですね、まあ早稲田とか東北大学とかで、栄養入試とかで入会している、推薦入試で入っている子たちの方が圧倒的に成績優秀ですよ、というようなデータが発表されていたのでですね、まあ、そのことをちょっと伝え損なっていたなと思ってお話ししようと思います。はい、でですね、まあとりあえずそういうような推薦がですね、これからメインになってきますから、もうあと10日ぐらいすると新高校1年生とかですね、もうあと10日ぐらいで、高校の数学がまあいきなりつまずいてくるということですね。もう1週間もしたら高校数学始まって、10日もしたらもうですね、もうついていけなくなるというのが、初っ端で全員数学つまずくということですね。私なんかもこの筑後地区というかですね、地元で福都っていう高校入試のテストがあったんですけど、ああいう福都みたいなその地元のテスト会で数学なら1番取ってたんですよ。1番取っていたけれども、高校入ったらいきなりつまずいてついていけませんでしたね。はい、だからちょうど今敷設中学校の子たちなんかがですね、高校の数学が分かんない中だから質問持ってきてますけどね、可愛いもんですよね、中学生っていうのは。問題の内容は全然可愛くないですけどね。はい、ということで、まあつまずきます、これはしょうがないです。もう敷設の子たちでもそうやってね、全然分かんないって方が言ってくるぐらいですから、やっぱ私のようなその数学の指導者がちゃんとついて個別指導をやっとかないと、まあそのままだとまずいですよね。はい、ということで、あとはもうそろそろバックする人たちがいると思いますから、ラサール高校の生徒で、今年うちに来ていたラサール高校の生徒で九州大学の医学部に合格した生徒の英語の教材をちょっとですねお見せしておきましょう、チューブですね。はい、ということでこれです。まずは左下の方で共通テスト対策のよゼミのやつですね。まあ、これ何でもいいと思います。河合塾とか寸大とかも出してますからですね、何でもいいと思うのでやっとったらいいでしょう、中央で。まあ、下の方に、まあ、英作文の対策のための英文法ですね、はい、スタディサプリの講師ですかね。それとその上に夢作中やつで、まあ、ラサール中学校高校の英語科の先生が出している英作文の、参考書ですね。まあ、これラサールだからこれを買ったのかもしれませんけどですね。はい、右上の方の英文読解の投資図に関してはですね、河合塾の方で出しているやつですな。はい、左の上の方はセレクトプラス英語構文中で、まあ英文読解、英語構文、まあ、しっかりやってますよね。はい、シグマベストの、英語構文76ってやつですね。はい、それから下になっているのが英文解釈教室ということで、教文社か、うん、伊藤先生のやつですね。これは伊藤先生、どこの先生やったかな、ちょっと忘れしたな。はい、で最後にですね、やっぱり一番大事なのは右下の方ですね。まあ、一応赤本のやつではあるんですけれども、九州大学の英語15カ年分とかですね、こういうのをやっておくことは大事です。敷設の子たちってこういうことをやってるんですよ。自分が生まれた年の英語の問題から全部やりましたとかいうんですね。うちに来ていて、佐賀大の医学部に向かった子なんかはそんなこと言ってましたからですね。はい、過去15年分とかですね、やっぱやっとった方がいいと思うんですね。はい、だから、まあ、医学部とか受ける子たちって理系だから、もう大体理数系はもう完璧っちゅうふうな子たちが多いわけですよね。ところがやっぱり英語は結構皆さん苦しんでますので、さっき見てうわーって思ったかもしれないけど、やっぱり大量に英語の参考書問題集はやり込んでますよ、ちなみにですね。そういったことは押さえておいてください。はい、ということで、まあそこだけ見たかったっていう人はもうバックしてもらって結構です。はい、じゃあやっていきましょうかね。まあ実際のところですね、こうやってそのうちに来ていた副大合格、副大薬学部合格、同志社大学英語科合格、まあその久留米親愛の生徒さんですけれども、まあこういった感じでですね、うちのコースで
まあ、同志社大学の子は英語の個別指導ですね、それから国語の個別指導、そして自習室の利用というような月謝4万円コースとかですね。で、福岡大学の薬学部に受かった生徒は科学の先生ともう一人物理の先生に数学を見てもらってましたけども、科学数学ですね、週に2回ですね、別々の先生から科学と数学を習って自習室1万円の同じく月謝4万円コースな感じですね、まあ、こんな感じで、個別指導を受けていましたよというようなことですね。はい、でそれはいいんですが、宣伝だからいいとして、さあというですね、先ほどちょっと予告していた、はい、これですね、まあ、成績が最もいいのは栄養入学者ということで、東北大学とか早稲田大学の内部資料で判明した難関大学を中心に栄養入試や指定校推薦付属校の評価が高まっているというようなことがですね、これが2月か、うん、今年の2月にですね、すっぱ抜かれていたやつですけどですね、まあ、とりあえず大学、東北大学の内部資料によると、一般入試前期日程で入った子たちの成績で 80.1%、 後期入試で入ってきた生徒たちの成績で 71.1%、 それに対して栄養で入った子が 84.1% とか 81.8% と、まあ、とにかく栄養組とかでですね、ものすごく成績がいいというふうなことが出ていますよちなみにですね、まあ、こんな感じでですね、まあまあ、皆さんですね、あのうちのこういうふうな福岡大学の薬学部とか同志社大学の英文学科とか、そういう推薦を狙ってですね、指導したりしているようなことに対して、いやそんなの力がつかないでしょうって言うかもしれないけれども、実際力がついているのはこういう推薦組ですね。はい、そっちの方がですね、そういうのは大学入ってからの成績とかもいいんですよ。私もそうでした。あの推薦無理だったので一般入試で大学入ったんですけど、一般入試で大学入るっていうことはその3教科だけとかですね、もう本当にちょっと一部分の勉強だけみたいな風になっちゃうんですよ。どうしても広い範囲での勉強しないから大学入って苦労しました。もう本当にですね、推薦組とか本当しっかり勉強していましたからですね、大学入ってからもですね、まあ、そこら辺やっぱ差が出てくると思うんですよ。だからちゃんとですね、やっぱそこはやっておかないと、あの推薦組と一般入試組でこんなに差がありますよってなことですね、そこは抑えとった方がいいと思います。だからですね、まあ、今年うちからそうやって福岡大学の薬学部とか同志社大学の英文学科とかに、まあ、推薦で合格させていきましたけれども、うちの場合はですね、あのそういうふうな推薦対策とかもやってますよってなことですね。はい、ということでですね、まあ本当にあのこの2人なんかもですね、早い段階からうちに来てたんですよ。高校1年生とか高校2年生とか、まあ本当にですね、そういう段階からずっとやってましたから、そういうふうに確実に推薦を取りに行けたんですね。だから今うちに来ているですね、ここのところずっとあのさっきですねお話したその附設の中学校とか、附設の高1高2生とか来てますよという話をしてますけれども、あの非常に嬉しいのがですね、もう去年一昨年ぐらいまでは附設高校の生徒って言ったらもう高校3年生しか来てなかったんですよ、うん、高校3年生しか。ところが今ですね、附設高校とか附設高校の1年生2年生とか、あるいは附設中学校の子とかですね、来てるわけですよね。はい、だから前にも言いました、その工学館中学校の子がもう中学生の時からうちに通ってて、それで、佐賀大の医学部とかに受かりましたよとかいうのはですね、うん、まあ、あのそういうふうな例もありますので、早い段階からスタートしとってもらえばですね、確実に合格できると思うんですよ。だからそういうふうに一般入試でね、一般入試でその福大の薬学部同志社の英文学科ちょっと届かないかなというような一般入試組の場合もですね、もういざとなればですね、そういうふうに推薦の方で合格していくように持っていけると思うんですよ。そういうんですね。はい、ということで、もう本当にですね、なんちゅうかな、早く来てほしいなっていうのと、推薦なんて、まあ、そんなのダサいとかいうふうに思わずに、もうこれからはもう推薦がメインになっていく世の中ですから、何度も言いますようにですね。はい、ということで、しっかりとですね、推薦を狙って頑張ってほしいと。そしてあと最後ちょっと1分ぐらいですけれども、もう高校1年生ですね、新高校1年生は
推薦がちゃんと取れるように学校の授業についていけるようにしてください。学校の授業についていけないのに塾とか予備校の授業とか受けに行っちゃダメですよ、そんなのは。学校の授業がついていけないっていうことは、学校の授業をしっかりとフォローしてくれるような個別指導の塾に行くとか、家庭教師つけるとかですね、そういう世界でないとまずいですよと。で、家庭教師高いですからね。だからうちみたいに安い値段で個別指導をやってくれるようなところがいいと思いますのでね。はい。そういうふうにしっかりやってみてくださいねということをお伝えしたいと思っております。はい。もうとにかく初っ端で数学つまずきます。もうこれはもうほぼほぼ9割以上の生徒がもう初っ端、ど初っ端の4月の頭にもう高校の数学ついていけんというふうになります。もう今、附設中学校の子がですね、もう高校1年生の数学やってますから、もうわかんない中でから持ってくるわけですよね。うん、もう、なんちゅうか、もう二次関数の5つ場合分けとかですね、持ってくるわけですよ。まだ、あれですよ、その中学生ですよ、中学校の2年生とかですよ、中学校の2年生とかなのに、もう二次関数の5つ場合分け、その代わりその、原点を通る二次関数ですけどね、中学生だからまだ、頂点が原点以外にあるのは、ちょっとさすがにまずいので。ただこれ高校1年生になると頂点が原点以外のところにあって、なおかつ5つの場合分けとかになりますからね。はい。大変だろうなとは思います。これはですね。それからさっきも、施設中学校の子が質問してましたけれども、パーミテーションとかコンビネーションとかですね、場合分けとかですね、選び方、並び方とかいうふうなやつとかですね、持ってくるわけですよ。これ分かんないっていうですね、分からんやろなーっていうのがですね、大変やと思います。あれ、高校生でも分かんないのにね、中学生にこれやらせるんかーと、普通中学校すげえなーというふうに思いながらですね、まあまあ、楽勝で解ける、教えれるので、まあそこら辺はやれるんですけどですね。もう、どうだ、解けるだろう、すごいだろう、みたいな感じでですね、教えているわけなんですけれども、まあ、解けて当たり前ですわな、高校数学を教えている人間なんですね。はい、ということで、まあ、そういうふうに、しっかりとやっておいてくださいねと、必ずしもうちに来なくてもいいですから、うちに来なくてもいいから、とにかくどっかですね、もし学校の授業でつまずくようだったらですね、下手に授業を受けに行くんじゃなくて、個別指導をちゃんとやってくれるような塾に行ったがいいですよ、ということですね。大学生のアルバイトというのがいいと思いますから、そういうのはね、もうこの、福大薬学部行った子なんかもですね、うちの大学生の先生2人をつけてやってるんですよ。福岡アルバイトの大学生の先生でもちゃんと福岡大学の薬学部の指定校推薦とかガチッと取りに行かせられますから大丈夫です。はい、やっていきましょう。はい、ということで最後まで聞いていただきありがとうございました。気に入っていればチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お問い合わせシート、電話番号などありますのでよろしくお願いします。はい、ということで以上です。